はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、シビックタイプ R です。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速画像の方を見てみましょう。ホンダシビックタイプ R DBA FK2 ですね。いやー、すごい車がね、仕入れられてますね。こちらね、なんとね、国内750台限定ということで、かなりのレア車になりますね。いやー、これね、久々に見ましたね。たまーに、ごくたまーにね、見たことが一回あるんですけども、こんなに車幅がでかかったかなと。これね、全幅ね、1880ミリあるんですね。いや、でかいわ。いや、しかもね、これピッカピカですよ。今回ね、これ中古販売というか、まあこれもう新車売ってないんですけど、449万円で販売されてますね。税込みということで、これ確か販売当初価格428万だったんじゃないですかね。ちなみにこちらの車、初年度登録が平成28年の2月と。で、車検が、令和3年の2月まで、有効ですね。走行距離がまさかの3397キロと。いや、これはいいんじゃねえの？そっか、平成28年ということは2016年ですよね。ということは4年落ちか。いや、っていうかね、今これフロント周りね、なんか結構小石が跳ねちゃったりするんですけど、今のところね、そういうの見当たらないですよね。ちょっともうちょっとじっくり見ていきましょう。だいたいこうね、ほら、フロントスポイラー、低いな、これ。あれ、こんな低いの？これ、ちゃんと9センチ、9センチあるよね。へぇー、全然今のところ、下回りも擦った様子はなさそうね。うん、右側も大丈夫。すごい程度映像、こいつ。横から見たら、こんな感じです。全長はね、4390ミリですね。車高の方は1460ミリですね。まあ、若干ね、ちょっとボテッとしたようなデザインですが、意外と車高ってね、1460なんですね。おほほ、やっぱこれすごいわ。これ何センチ？ 2 センチ、3センチぐらいかな。ボコッと出てます。これエアダクトはこれダミーなんですね。あ、ダミーか。あ、穴開いてる開いてる。で、ほら、なんか最初からすごい改造車的な感じのデザインですよね。なんか無限とかのデザインによくこういうのありますよね。ここもちゃんとね、ダミーじゃなくて開いてますよね。すごい。すごいオーバーフェンダー。さすが FF 最速の車ですね、当時ね。ニュルで FF 最速なんですよね。こちら19インチですよね。今の FK8 は20インチになっちゃってますけど、あれね、ちょっと大きすぎてよくここ痛めるんじゃないかなという感じはするんですけど、まあこれ19でも相当でかいですよね。コンチ履いてますね。これも高そうなタイヤ履いてますよね。まあこれ、山は、まだあるけど、高そうなタイヤがついとるじゃないか。で、やっぱこのチャンピオンホワイトとこの黒のね、このツートンカラーがかっこいいっすよね。この後ろ。ああ、こういうのも、なんかもう後付けでペタッとつけたような、ねえ、この空力考えられたヤーツがついてますよ。すごい。あ、これ開くのかな？これ開かないやつね。中からポチッとするやつね。そうそう、これテールランプもね、こうなんかこう、ほら、ここ筋が入ってるのよ、筋が。すごい。後ろから見たら、こんな感じです。やっぱね、この FK2 のこのシビックタイプ R は、もういかにも走るというようなデザインですよね。いや、ほんとね、この FK8 も、いや、すごい派手な車だなと思うんですけど、この FK2 も、いや、全然。いや、このエグさはね、勝ってますよ。勝ってるというかね、いや、もう引き継いでるなという感じしますね。あ、ここ、下の部分も、ほら、ちょっとこう、立体にデザインされてますね。この上の羽も、これすごいな、これ。これかっこええな、ほんまに。なんかね、飛行機の羽みたい。こんなんですよ。これ、室内から、どんな感じで見えるんでしょうね。意外と、妨げにならなかったりして。そうそう、ここがね、ホンダ車ってね、結構ガラスが多いんでね。ここも視界性がいいはずよ。で、このマフラーね。
FK8 は、真ん中に3本出ししてますけど、この FK2 は4本出しと。いや、すごいわ。ちょっと下回り見てみよう。ちゃんとね、これが繋がって、下のほら、こういう感じでパネルで奥の方まで、このラインが続いてると。だいたいなんか後付けのね、こういうバンパーってね、この辺だけが出てて、すぐこの辺で終わっちゃってるんですけどね。ちゃんと奥まで続いてます。赤いキャリパー。これブレンボかな?あ、フロントはブレンボって書いてます。よし。では、内装見てみよう。とりあえず、うわぁ、乗り込む前に、うわぁ。はいはい、やっぱシートこうなってんのね。FK8 のような、こんなシートなんですね。すごいすごい。はい、お邪魔しますと、わぁ、扉。うわぁ、鉄板って感じ。はい、内装の方はね、こんな感じです。いや、初めて乗りました。これね、タイプ R、こう、ずっとこんな感じなんですね。こう、なんかチタン、ステン、暑い、ちょっと暑いです、ほんのり。この車、ナンバー203代目ということですね。R の0203って書いてます。203代目に作られた車ですね。何しかね、750台しか国内にないのでね、ちょっと暑いんで、エンジンかけさせてもらいます。涼しい。クーラー様。ちょっと冷やします。あ、すごい、なんかまだビニールついてる。なんか新車の感覚もまだ残ってますね。4年前の車やもんな。こんなんなっとるんか。スピードメーターデジタルであんなところにつくんですね。なんか時計らしきものが、こういうところにも R がつく。プラス R。わあ、ハンドルかっけー。真ん中にセンターのね、ポッチが。なんかレーシングカーに乗ってるような感じがしますね。ちょっとね、詳しくこの辺見ていこうか。ね、これナビ一応ついてます。そうそう、これ中古車やから。そう、これ売らなあかんねや。これほら、449万。これね、ちょっと程度、すいません、ちょっと今興奮して、これを売る感じじゃなくて普通のレビューになってました。ちゃんとほら、傷、いや、ほんまにない、これ。新車に近いんじゃないの?ちゃんとエアコンも効くし、当たり前か。こんなんなんや。ちゃんとね、アイドリングがオフできるんですね。そっか、これ、信号待ちとかでエンジン切れるやつ?これね、ちゃんと、サイドブレーキこれですよ。ボタン式じゃないんでね。私こっちの方が好きです。で、ドリンクホルダー?あ、ちゃうわ、これタバコや。12V、電源 180W がマックスと。で、これここね、ペットボトルね、これプッシュと。あ、すごい、シャッター付きなのね。あなたシャッター付きなのね。わー、あ、 ETC 完備です。こんなとこついてました。ほら、 USB 完備です。で、これが、テレビっぽいのつけれますね。昔のタイプか。これ HDMI やったらよかったな。で、シガソケットと。まあ、最新装備も一応ついとるな。あ、この辺がウルトラスムスっていうんですかね。で、やっぱシートね。これ、度肝抜かれるわ。すごいね、やっぱレカロみたいな、このね。昔のタイプ R ってなんかレカルついてましたよね。なんかそんな感じですよ。すごい、ここがこんなに深いよ。横のホールディング、お尻すごい支えてくれる感じ。 かっけーで、ちゃんと後ろね、2人乗れますんでね。で、ドア周りのね、仕上げもいいですよね。こういうね、ツヤっとしたね、パネルがデザインされてます。この辺はソフト。はい、乗った感じこんな感じです。やっぱタイプ R 古いのも人気ですけど、この FK2、 これもまだまだすごい最新鋭の車だなという感じがしますね。いや、ほんとほら、コクピット感パネくない、これ。こういうところ
で、このサブモニター時計でしょ、あこれ燃料あと何キロ走れるとか、なんかいろいろ変わりますね。こうクルーズコントロールついとるわ。これ高速の時ね、便利ですね。こうちゃんとついた音も良さそうやな。あー扉が重い。はい、ペダル周りはこんな感じです。結構ねやっぱこれ奥まってるって感じ、普通の乗用車に比べて。ちょっと今ライトをねちゃんとつくか点灯チェック。あーこんな感じでつくんですね。この辺なんか LED のこれアイラインがつきますね。ウィンカーは豆球です。これ後ろどんな感じなんやろう。あ後ろこんな感じか。あ結構おとなしめのテールランプなんですね。では後部座席乗ってみましょう。これここにね隠し扉、あ後ろの扉はそんなに重くないか。これ前、あ重いすごい前の扉めっちゃ重たい。後ろは軽いよ、軽いというかまあ普通ですよ。ていうか短ないこれ扉こんな感じ、すごい短い後ろ。あーでも開く角度はさすがにフィットみたいにこうグッとはいかないんですね。この辺で止まるんですね。ではちょっと乗り込んでみましょう。お邪魔します。うわあちょっとそうか、 FK8 に比べて FK2 のこのシートの裏ねちょっと樹脂感があるな。あーこんな感じでなんかこう網網になって通気性良さそうな、こんなん後ろから見た感じ。これね結構ねさっきこれ乗ったんですけど、私足が結構身長は高いんですが足が短くて終わってるな、足短い。アクセルペダルが結構奥の方にあったんでシートね割かしね普通の車より若干前にね押し出す感じでしたね。あそれでシフトノブって結構前の方にあるんかな。なんか普通の車より座席ねこう前にこうシートの感じなんかな、ちょっと分からへんけどそんな印象がありますね。こう天井は黒いちょっとグレーっぽいね布ですね、布貼ってます。アームレストは出てきません。ちょっと固めのなんていうのこの布、若干こう張りのあるねしっかりした作りだなという印象のシートですね。私ちょっと座高が本当にねもう残念な感じで高いんですよ。1メーター近くあるんで参考にならないと思うんですけど、本当車レビューに向いてない体してるんですけど本当にこうそれでもねちょっとやっぱこうきっちりしたら頭ついちゃうんですよね。まあそれでも普通の方だったらもっとこれぐらいかな、普通の方だったらこれぐらいかな拳1個ぐらい入ると思うんですけど、私ちょっとでかいんでね。おー見てみてこれ後ろ、この上がさっきのでっかいウィングですよね。でこれ下がもう一個、リアウィングがあって、その下ガラスでしたよね。その部分も結構クリアに見えるんですね。外から見たら黒かったですけど、そんなにこんな感じ。エンジンねちょっと開けさせてもらいました。すごい。いや直四の VTEC ターボですよね。これターボなんですよこの FK2 ね。FK2 の前は NA エンジンでターボついてなかったんで、いわゆる VTEC サウンドね、うんばーっていうやつあったんですけど、これターボ車なんでもううんばーってならないらしいんですけど、ただうんばーってなるにはねこう一般道ではもう無理らしくてまあサーキット上でうんばーっとやってくださいね。いやすごい、これ310馬力。いやーすごい。2500から4500回転の中でトルクバンドが発生ということですね。排気熱熱い。で、これ結構ね、ボンネット重かったです。鉄板って感じ。ここでは軽量化してないのかな。ちなみに車両重量は 1380kg ということですね。燃費の方はね、JC08 モードで 13.0kg ということで、まあ一応じんわり乗ったら13キロ走ると、まあ実際そんなね出ないと思いますけど、いやでもこれはねかなりレアな車でございますね。では乗ってみようかな、試乗が楽しみですね。
はい、いかがでしたかね、ホンダシビックタイプ R。 いやー、なかなかねレアな車ですよね。いや、これね、買っといてね、そのまま置いといたらそのままの値段でひょっとしたら売れるかなっていうぐらいレアな車ですね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。はい、というわけで、ホンダシビックタイプ R でした。じゃあね、バーイシュ。では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あ、また助手席乗ると、すごい、これだ。